ファウンドは影の競争馬である。主な勝ち倉は2014年マルセル・ブサック賞、2015年ブリーダーズカップターフ、2016年外戦門賞である。2014年にカラケーバ場の未勝利戦でデビューし、人気をながら勝利した。2戦目のモイグレア・スタッド・ステークスは3着に敗れたが、次走のマルセル・ブサック賞では、ライアン・ムーア騎手が騎乗して勝利、 G1 競争発制覇となった。3歳初戦は A 戦ギニーを予定していたが、怪我のため出走を取り消して、アサシステイクスに出走したが、2着に敗れた。地層のア戦ギニーも2着に敗れたファウンドは A オークス及び A ダービーを回避して、コロネーションステークスに出走したが、再び2着となった。地層のロイヤルウィップステークスを勝利し、ファウンドは、 アイリッシュチャンピオンステークスに挑んだが、ゴールデンホーンに一番審査を呼ばず2着に敗れた。続く、外戦門章では勝ち馬ゴールデンホーンにさらに突き放されて9着となった。外戦門章後、チャンピオンステークスでファシネーティングロックの2着となった、ファウンドはブリーダーズカップターフに出走した。レースでは、先行集団を見る形で追走し、最終コーナーで仕掛けると、直線では、 ゴールデンホーンを差し切って、G1 競争2勝目となった。レース後、安城の R ・ムーア騎士は、彼女はとても良い牝馬だ。勝つにふさわしい馬だし、今日は勝てて嬉しいと述べた。4歳初戦のリステッドレースは3着に敗れたが、自走のムーアズブリッジステークスを勝利した。これ以降のファウンドは、タタソールズゴールドカップでは、ファシネーティングロックからサンバシン3、4差。 コロネーションカップでは、ポストポンドから4馬身半差、プリンスオブウェールズステークスでは、マイドリームボートから首差、ヨークシャーオークスでは、セブンスヘブンから2馬身3、4差、アイリッシュチャンピオンステークスでは、アルマンゾルから3、4馬身差で、それぞれ2着に敗れている。5戦連続で2着が続いたファウンドの次層は、外戦文章であった。レースでは、 中段の内側を追走し、直線に入ると同じ A 段、オブライエン旧車の2頭である2着ハイランドリールと3着、オーダーオブセントジョージの追撃を退りけて勝利した。A オブライエン調教師は、レース後、私たちはずっとこのレースを目標にしてきた。ライアンは、彼女が2歳の時から、外線文章を勝てると言っていたが、彼は正しかったとコメントした。2週間後、 チャンピオンステークスに出走するも、直線はアルマンゾルとの差が詰まらず2着に敗れた。ラストランはブリーダーズカップクラシックを予定していたが、数日前にブリーダーズカップターフへの出走へと変更した。2番人気で出走したが、逃げだ、ハイランドリールと先に抜け出したフリントシャアを買わせず、勝ったハイランドリールから4馬審査の3着で競争生活を終えた。 この年の活躍を受けて、カルティエ賞を最優秀コバに選出されている。2018年5月にウォーフロントとの間に第一、死に当たるボバが誕生。バトルグラウンドと名付けられた本馬は2020年6月にデビュー。5着に終わったが連投で挑んだロイヤルアスコットのリステッド戦チェシャムステークスを一番人気で制し、初勝利を異国の地で飾った。ありがとうございます。